年もイルミネーションが輝き始め、早くもクリスマスムードが高まってきました。番組でもリポートをご紹介していきます。佐賀県嬉野市、佐賀ライトアップファンタジー、佐賀市ニットということでいただきました。傘のイルミネーションがとっても綺麗ですね。続いて見ていきましょう。お次は鶴ヶ市のイルミネーション動画。光のトンネルが幻想的ですね。星空のようです。そんなリポートをご紹介していきました。どれも美しい光景が広がってましたね。その中、ウェザーニュースではイルミネーションチャンネルもオープンしております。ウェザーニュースイルミネーションと検索するとってことで、こういったサイトを見ることができます。各エリアごとにスポットを検索することができますので、ぜひご覧ください。もしイルミネーションを見に行く際は、忘れずに感染症対策も行ってご覧ください。